先生方、いつもお疲れ様です。キリハです。今回は合同火力演習の防御演習が開催されましたので、遊び方やフェーズ4のクリア編成なんかを紹介しようと思います。ただ今回ちょっと難易度がかなり高くてですね、最上位報酬のコイン140枚編成はちょっとできなかったんですけれども、参考になれば幸いです。それでは早速やっていきましょう。まず合同火力演習は、総力戦の横にあります。今回は防御演習ですね。入りますと、演習チケットが3分の3枚手に入っています。毎日朝4時に3分の3になるように配られますので、毎日消化する必要があります。チケットの使い方は、この下の演習開始を押すことで、チケットを使って1時間のタイマーが発動し、その間にフェーズ1からフェーズ4までを選んで、3回クリアすることで1枚のチケットが終了となります。ですが最初はクリアできるかわかりませんので、こちらの模擬演習でチケットを使わずに練習をすることをお勧めします。演習を開始しますと、このように1時間のタイマーが始まりまして、フェーズ1から4を選んで入場ができるようになります。01が初心者向けで、だんだんと難易度が上がっていって、04が上級者向けだと思ってください。でフェーズを選んでクリアして、それを3回やる必要があるんですけど、一度クリアした生徒はもう使えなくなりますので、だんだんと条件が厳しくなっていきます。最初に全力を出してフェーズ4をクリアできても、その生徒たちが使えなくなるので、次はフェーズ3といった感じで難易度を下げていく必要があるかもしれません。無理なくクリアを目指しましょう。で1回クリアするとね、この進行状況のところにレテンが入ります。で3つレテンが入りますとクリアとなります。クリアをした合計のポイントで報酬がもらえます。報酬はこちらの報酬情報に書いてありまして、スコアに応じたクレジットと火力演習コインが手に入ります。火力演習コインはショップでアイテムと交換ができますので、できる限りスコアを稼げるように頑張りましょう。ちなみに一度クリアしてしまえば、あとは相当ができますので、1日1枚のチケットを消費するのを目標に頑張りましょう。そして今回の防御演習は、拠点防衛でおなじみのスイーパーが襲いかかってきて、それを全滅させるとクリアとなります。つまり範囲攻撃のキャラクターが有効というわけですね。以上が合同火力演習の遊び方になります。それではここからは各フェーズのギミックについて説明をします。01と02に関しては特に大きなギミックはなく、屋内戦の敵が軽装備となっておりますので、爆発タイプの生徒が有効となっております。そしてフェーズ3になりますと、一つ特殊ルールが追加されまして、敵の体力が増加して攻撃を受けた時に HP を回復という内容がつきます。どういうことかというと、攻撃を受けるたびに一定数 HP を敵が回復してしまうんですね。なので細かい攻撃を連打するようなスキルだと、逆に敵を回復させてしまったりということが起こります。つまりあまり連撃じゃないスキルでドカンと一発で敵を倒すというのが一番理想ですね。もしくは連撃でも一個一個のダメージが大きいか。そしてさらにフェーズ4になりますと、 GL、MT、MG 武器を使用する味方生徒の攻撃力が増加ということで、グレネードランチャー、モーター、迫撃砲のことですね、 MG、マシンガンの武器を使う生徒がかなり強くなっております。積極的に採用してクリアしましょう。以上が各フェーズのギミックとなっております。そしておすすめ生徒を紹介しようと思うんですけども、今回グレネードランチャー、迫撃砲、マシンガンのキャラクターが有効となっておりますので、こちらのタブから武器タイプを選ぶことができます。今回はグレネードランチャーと迫撃砲、マシンガンのキャラクターが有効ですね。でこれらのキャラクターだと爆発タイプの生徒じゃなくてもかなりダメージが出ますので、苦手な貫通以外の生徒でこのように相当してキャラクターを選ぶとかなり編成がしやすいかもしれません。まあアタッカーに限りですけどね。でこの中でめちゃくちゃおすすめなキャラクターなんですけれども、一番おすすめなのは小鳥の応援団ですね。もう段違いで強いです。コストも軽いですし、範囲も十分。そして連撃ではあるんですけど、攻撃力がめちゃくちゃ上がってるので敵をどんどん殲滅してくれます。そして次にムツキの正月も範囲が広くコストが軽くておすすめですし、通常のムツキもおすすめ。チセもめちゃくちゃ強いです。少しコストは重いんですが、通常のヒナもコストを半分にするキャラクターと組み合わせて使えばかなり戦力になります。このあたりのキャラクターはかなりおすすめですね。
はい、それでは実際にフェーズ4を3回クリアした編成を紹介します。ただね、今回は何度も言うんですけど、コイン140枚には届いていません。クリアの参考になれば幸いです。まず一部隊目はこちら、ミネでどんどん前線を押し上げていって、小鳥とムツキで敵を殲滅していきます。渚の範囲も結構役に立ちますね。そして二部隊目はこちら、巴のスキルで移動速度を上げて、小鳥と花子で敵を一掃していって、どんどん前線を上げていきます。響も範囲が広くて迫撃砲のキャラクターなので威力も高いですね。そして最後の部隊はこちら、あんまりスコアは出てないんですけども、キセもムツキもユズのメイドもグレネードランチャーとマシンガンのキャラクターなので、かなり火力が出ますので安定でクリアができます。ヒロを回すためにウイを入れてる感じですね。ネルは前線を押し上げるようで入れております。それでは次戦編の方で解説していきましょう。はい、それでは解説していきます。お願いします。よいしょ。はい、初手で、ミネをとにかく遠くに飛ばします。で、真ん中の方に飛ばないと敵が漏れてきてしまいますので、必ず真ん中のあたりに飛ぶようにしましょう。戦場に救護の手を。はい、そうしましたら小鳥、渚、ムツキのスキルを使って、そうしたらミネのスキルで前線を押し上げての繰り返しになります。なんですかこれ、ごめんなさい。なるべく向かってくる敵にも当たるようにミネにかぶせるようにというよりは、少し離して打つといいです。で、取りこぼしは小鳥のスキルでやってくれると思いますので、ある程度先の方に打ちましょう。ゼニティの攻撃術は優秀ですから。私も負けないよ。戦場に救護の手を。びっくりしましたか。華麗に参ります。全力で参ります。トリニティの砲撃術は優秀ですから。それはですね、説明しましょう。ありがとう。私も負けないよ。ありがとう。くらえ。はい、でまたミネのスキルが回ってくるんですけど、フィールドの終わりがもう見えていまして、ちょっと前に進みすぎると都合も悪いので、もうここからはミネはその場に立っててもらって、取りこぼしのないように決まりを小鳥にかけて小鳥のスキルを使っていきます。その後はムツキ、渚でスキルを回していく繰り返しになります。なるべく敵が固まってから撃つようにしましょう。やりましょう。お気遣いありがとうございます。支援を。私もちょうどいいもの持ってたんだ。この通り。それはですね、説明しましょう。少しやりすぎてしまいましたか。お客様のお見送りも丁寧に。はい、こんな感じで終了になります。今回小鳥がめちゃくちゃ強いので、借りられる方はレンタルしましょう。それでは次に行きます。はい、それでは2部隊目の解説です。初手で水木星野のスキルを使って巴のスキルも打ちます。その後小鳥のスキルで全面を一掃しましょう。お気遣いありがとうございます。皆さん、勝利は目前に迫っています。華麗に参ります。そしたら進むことができますので、キャラクターが立ち止まったらまた花子のスキルで前線を開けます。支援感謝いたします。夏はこうでないと涼しいですね。それなのか。小鳥と花子のスキルが尽きたら、今度は響のスキルを打っていきましょう。お気遣いありがとうございます。大変。スキル回しのために巴を使って、あとはまた小鳥、花子、響の繰り返しになります。皆さん、こちらに耳を傾けてください。華麗に参ります。逃げないでください。よいしょっと。逃げないでください。先生の敵は許さない。私たちの革命は必ず成功することですよ。こうでないと。はい、以上となります。巴の移動速度アップかなり強いので、よかったら使ってみてください。それでは次の舞台に行きます。
はい、それでは3部隊目の解説をします。コストが溜まり次第ネルのスキルを使ってできるだけ遠くに飛びます。敵がこぼれないようになるべく真ん中の方に飛びましょう。その後はウィのスキルで知性のコストを半分にして知性のスキルを打っていきます。うっしゃ、先生の頼みでなかったら。びっくりさせてあげるからね。はっさ、少しは一発。次はユズのスキルやムツキのスキルを打っていくんですけども、知性のスキルの円形のさらに先の方を打って、これから来る敵を倒していきます。ターゲットを確認しました。ネルのスキルが回ってき次第前線を押し上げましょう。さっきウイは知性にかけましたので、次はムツキにかけて、ウイは交互にかけていきます。でこのまま知性のスキルをメインで打っていって、ケースバイケースでムツキとユズを打ってネルで前線を上げての繰り返しになります。メンタル確保、今回だけですよ。くらえ、一発、一中、ガンガン打っちゃって。バンク、あ、はあ、まったく。とりあえず燃やそっか。一発、一中。ターゲット確認しました。管理ひっくりさせてあげるからね。いくよ、ガンガン撃っちゃって。バック発送。先生の頼みでなかったら。ひっくりさせてあげるからね。はい、以上で終了となります。参考になるかは分かりませんが、良ければ参考にしてください。ということで今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。